皆さんこんばんは。ラジオアスレチックユニバースパーソナリティのりょうです。この番組ではクラウドファンディングサイトアスレチックユニバースを利用し、頑張っている方をゲストにお呼びし、そしてお話を伺っていく番組です。そして今回のゲストはソフィーくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ソフィーです。よろしくお願いします。それですね、早速自己紹介をお願いします。はい、初めまして、音楽で毎日をもっと楽しくするという志で、活動する社会音楽家ソフィーでございます。お、音楽で毎日をもっと楽しくする。そうですね。それってもうちょっと具体的にどういう感じですかね。そう、音楽っていうのはね、こう感情を左右するとすごい私は思ってまして、はい、まあ、例えば感動的なシーンでもこう笑える音が BGM とかだったらちょっとうまく泣けないとか、はいはい、それもそうですね。涙出ちゃう時って大体いい音楽がバックにあったり、やっぱ感動的な音楽がバックにあって、いや音楽なんじゃないかすごいのはっていうちょっと気がしてまして、やっぱりその音楽がその引き立てたりだとか、はいはいはい、いろいろ彩っていくというか、そうそう、すごいこう毎日がね、同じ景色でもちょっと BGM とか変えたら違ったり見えたり、そうですね、気分がやっぱり沈んでる時に逆に明るい曲を聴いたらテンションが上がったりとかありますからね。そうそうそう、そのような感じでですね、音楽はこう毎日もっと楽しくさせる力があるんじゃないかなと思ってまして、はいはい、でその素敵な力をこうもっと広げるという活動をしていけたらいいなと思ってます。なるほど。で作曲をしてらっしゃるんですよね、自ら音楽を作って。そしたらその作曲、音楽を作るっていうのは、はい、いつ頃からやってらっしゃるんですか。はい、音楽作り始めたのはもう2年半ぐらい前。2年半ぐらい前、はい、とあるきっかけですね。もうたまたまゲームセンターに行って、こうちょっと素晴らしい曲に出会ったんですね。ほうほう。もうたまたまです、本当ただのゲームセンター行ったらすごい曲に出会って、音楽すごいなって、当時ちょっと落ち込んでたんですけど、あ、はいはい、その曲聴いてすごい元気になったんですよ。なんかやっぱりそうそうそう、おーみたいな、ちょっと背中押された気がして、音楽すげえと、で俺もなんかそんな曲が作りたいと、はいはい、単純にそう思って、え、そうだ、もういいなって思う音楽を聴いて作りたいっていう、あ、そう、なんか多分素晴らしすぎる曲聴くと作りたくなっちゃ う。なるほど。いや、なかなかでもやっぱり普通ね、やっぱいい曲だなって思っても、はい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 、あ、それでなんかいいなって思って終わるところだと思うんですけど、うんうん、それ作りたいって思うところがね、で実際に作ってらっしゃるのがソフィー君、素晴らしいなと思うのですが、はい、じゃあ今回そのクラウドファンディングのプロジェクト内容はどういった内容になってるんですか。はい、ですね、クラブ超初心者向けの学べるイベント、ウェルカムを開催しようと。ウェルカム、ウェルカムは名前はちょっとどうでもいいかもわかんないんで、いやいや名前大事ですよ。名前大事です、ね、やっぱそのウェルカム、そう、ウェルカム、初心者の人もいらっしゃいという、クラブ超初心者向けのねイベントということで、はいはい、もうちょっと具体的にどういった、はい、どんなイベントかと言いますと、はいはい、時代を彩った名曲、まあありますよね、もう絶対誰でも知ってるような名曲とかをバックにですね、はい、まあ、クラブミュージックの歴史とか、あと DJ 何やってるのとか、 DJ の仕事とかを超簡単に解説したいと。え、じゃあ音楽を聴くだけじゃなくて、はいはいはい、その音楽の歴史だったり、うん、でそのクラブに行き方だったり、はいはいはい、そういうのいろいろ教えてもらえるんですか。そうなんです。だからクラブ何にも分かんないっていう人がとりあえず来たらちょっと分かって気になるっていう感じでやってまして、はいはい、でさらにですね、例えばそのクラブでの踊り方とか、はいはい、タブーとか、はい、まあ、どんな服装がいいとか、やっぱ気になりますからね。初心者結構分かんない。いや、そうなんですよ。昔そうだったので。なるほど。やっぱね、どんな格好して、あとどんな顔していったらいいのか、いや間違いない、なんか楽しみどころなんかね、気張っちゃう、なんかね、なんかあのもう慣れてらっしゃる方たくさんいる中で、なかなか行きづらいっていうところはありますからね。そのクラブっていうとちょっとこう敬遠しちゃうような人が多いように思うんですよ。まあ、昔の自分もそうでして、はいはい、クラブっていうとなんかちょっとチャラいとか、はい、なんかこう治安が悪いとか、なんとなくそういうイメージがあるんですけども、はいはい、まあ、そうじゃないよと。あの、自分その作曲とかやってクラブとかの魅力にも気づきまして、結局クラブを好きになったことによってもっと毎日が楽しくなってるっていう現状なので、同じような体験を提供したいなと。もうより多くの人にクラブの楽しさを伝えて、はい、でやっぱそのためにはその初心者の方、そうです、行ったことない方がどうやって楽しめるかっていうの。そうなんです、そうなんです。ほう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 。じゃあそういうクラブでの音楽の楽しみ方も教えてもらいつつ、まあ、音楽そのものも楽しめる、はいはい、そんなイベントになってるんですね。そうですね。なるほど。じゃあそうです。じゃあ作曲家のソフィー君ということで、はい、もうちょっとなんかその音楽的なところも聞いていきたいなと思うんですが、はい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 、まあ、そうですね。どういう時にその作曲、いいメロディーだったり、はい、フレーズって浮かんできたりするんですか。いやー、やっぱ机の上じゃなかなか出てこないっていうのは。あ、じゃあこのなんかがっつり作ろうと思って、はいはいはい、部屋とかで閉じこもってやるっていうよりは、はい、よりはやっぱり何気ない時ですね。友達と話してて、はいはい、なんかちょっと
なんか今いいリズムできたんじゃないかみたいな、はい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 、自転車乗っててなんかこうふんふんって鼻歌やってたらちょっとすぐそれをボイスレコーダーにメモって、はい、家に持って帰るとか。なるほど、結局その方がいい。じゃあこう今ラジオの収録やらせていただいてますけど、こういう時もしかしたら浮かんできたりするかもしれない。狙ってますよ、腰狙ったんと。なるほど、いつ降ってくるかなと。そうそう、なるほど、そうなんですね。じゃあ、はい、その作曲にあたって、はい、家に帰ってまず何するんですか？家に帰ったらですね、はい、もうまずもちろん BGM を流します。まず BGM を流す、はい、その時のテンション、あの気持ちを左右するのね、音楽は。そうですね、もうちょっと楽しい気持ちになろうかなとか、もう逆に、はいはい、落ち込みたいなっていう時は落ち込む曲を流せばいいと思うんですけど、落ち込みたい時は相手なんか明るい曲とか行くんじゃなくて、はい、まあ、もっと自分の気持ちに寄り添った曲を。あります、あります。そう、泣ける曲とか、はいはい、聞けばいいと思うんです。そのじゃあいろんな曲、その明るい曲だったり、はいはい、泣ける曲だったりいろいろあると思うんですけど、それも全部 CD とかを持っていらっしゃって、それをこう選んでいたり、はいはいはい、iTunes に入ってる、まあまあ、そうばっかでもない、 YouTube でこう流したりとかもあると思うんですけどね。 YouTube で流したりだとか、はい、公式の動画ですよね。あ、公式の動画でね、はい、なるほどなるほど、はい、そうですね。最後にですね、はい、これからの活動についていろいろ伺っていきたいなと思うのですが、はい、そのクラウドファンディングの達成に向けて、はい、などこれからどういった活動をされていくんですか？はい、音楽で毎日をもっと楽しくするという志ですので、はい、音楽を楽しいと思ってもらえるようにですね、はい、作曲講座を、作曲講座、はい、ネットで今配信してるんですけども、はい、それをもっとこう膨らましていくことでしたり、はい、そう、作曲講座っていうのはあのブログとかそういった形なんですか？あ、そうですそうですそうです。もう完全文字、動画とか文字で、文字で、今文字でやってるんですけど、はいはいはい、作曲講座、はい、はい、他にあとイベントの BGM 制作とか、はいはいはい、BGM でその場所にいる人を楽しませるとか、そういう活動もしてて、結局そのライトに音楽に興味を持ってもらうという活動を続けていって、最終的に超初心者向けのクラブイベントにつなげていけたらいいなと。おお、なるほど、応援しております。僕も音楽大好きなので応援しております。それではラジオアスレチックユニバース MC のリョウでした。そして本日のゲストはソフィー君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。